今回のスピチューブは懐かしのドライブイン、岡山市北区にあるドライブインに行ってきました。ドライブインの食堂、噂のラーメン食堂へ行ってみました。ドライブインの中にあるんですよね。懐かしの中華そば、ボリューム強めなんですけども、さっぱり系かつも抵抗のない感じでいただけるラーメンです。今日はちょっとこちらのドライブイン行こうかなと思います。ドライブイン旭川、まあ、自販機ね、昔うどんとかあったらしいですけどね、今はないですよ、昔ながら。はい、ちょっとね、このドライブインのゲームセンター入っていこうかなと思います。懐かしのゲームですね。これでどうでしょう。こういうのも懐かしいですね。レトロゲームです。シックですね。はい、ちょっとこっち行きます。なんか中華そばがうまいらしいんで、あ、でもなんかいろいろとんかつ入りね。
はい、というわけでごちそうさまでした。まあね、懐かしの中華そばといった感じかなと思います。はい、皆さんもぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。